高橋夢大は、静岡県八重洲市出身の男子レスリング選手である。階級は 79kg 級。京都府立網野高等学校出身。日本体育大学在学中。2001年に、静岡県八重洲市に生まれた。レスリングを始めたのは5歳頃であり、幼少期は、八重洲市、ジュニアレスリングクラブで練習した。小学4年時に、 全国少年少女レスリング選手権大会で優勝するも、それ以降、全国大会ではあまり良い結果が出せなかった。小学生の頃からよく合宿などに参加していた。京都府立網野高等学校に進学。高校1年生の時には、全国高等学校総合体育、大会レスリング競技大会で5位となり、また全国クレコローマン選手権大会で5位となった。 全国大会で結果を残し始めたのは、高校2年生の全国高等学校、選抜レスリング大会からであり、高校の全国大会で決勝まで上がったのはこの大会が初めてだった。2018年夏の全国高校総体では、優勝という結果を残せた。その後の国民体育大会レスリング競技でも、優勝し、一気に全国にその名をとどかせた。 2018年の全日本レスリング選手権大会では3位に入賞し、さらに注目が集まることとなった。だが、2019年の全国高等学校、センバズレスリング大会では、決勝で敗北し2位。次なる大会の JOC ジュニアオリンピックカップでは、大学生も参加する中、優勝。決勝ではホールという結果で優勝することができた。その後のインターハイ。 国体も危なげなく優勝した。母校である京都府立網野高校。レスリング世界伝道入りを果たした翔田綾子教諭が指導している。2018年の全日本選手権で3位に入賞した次の大会の全日本選抜レスリング選手権大会ではフリースタイル 79kg 級で優勝。大会史上初めての高校生王者に輝いた。 17歳6ヶ月15日でのチャンピオンは史上初だった。この大会でレスリング世界選手権への出場権利を獲得した。高校生が世界選手権に出場するのは30年ぶり2回目だという。京都府や八井市でも表彰を受けた。ありがとうございます。